自分世界最強になるチャンスは今年が最後ですね、はい、佐藤義弘 K1 参戦5年目。まあ、すぐ取れると思ってたんですよね、まあ、要はちょっと軽く見てたんですけど、険しかったけど毎日充実してましたよ、まあ、めっちゃ悔しい思いもしたし、もう人生終わったとも思いましたけど、まあ、なかなかそんな思いできる人間っていないですから、ね、そういう思いできない人たちより自分は十分楽しいなと思って、やっぱ人生勝負してると楽しいですからね。難攻不落の王者を KO で撃破、とうとうやったぞ瞬間でしたね。あのカリスマもマットに合わせた。それでも世界一には届かない。みんなに盛り上げてやってもらったのに、そう期待に応えられなくて悔しかったですね。自分の強さだけを信じてここまで来た。世界最強になるチャンスは今年が最後ですね。今年が最後、今年が最後、今年が最後。毎年それなりに覚悟はしてるんですけど、もうダメだったんで、毎年毎年こんだけの覚悟でやってるのに、もう今年ダメだ、本当にダメですよ。佐藤義弘、覚悟の出陣。It's really cool because I don't think that anybody think that I will on the final eight. Jan Grogowski, Poland. 絶妙のカウンターと攻撃的なパンチを合わせ持つ今年のダークホース。It will be really hard to do to win this fight, but of course I'm going to win.ファイナル16ではあのブアカーオーもしのぐ実力者、ムエタイ4冠王サガペットを果敢に攻め勝利。 So you want to keep building on this win and be the champion? Yeah, that's why I'm here. まあ正直なとこ言うと、本当に来年はK1 MAXが開催されるかどうかわからない。今そこにあるマックスの危機。日本人が言うここで優勝しないと来年はもうないかもしれない。日本人が頂点に立たずしてマックスの未来はない。僕ができるっつったら全力を尽くすことしかないですね。それ以外僕はできないですね。僕は今回優勝できなくても格闘技をやめることはないんですけど、今年優勝できればこの先もずっと優勝できると思ってますから、まあ、本当の実力で自分の評価を上げていけるのか、ただ無冠の KO で終わるのか、その狭間ですね。今年は悲願の世界一とマックスの未来、2つの重い十字架を背負い、佐藤のラストチャンスは始まる。今年本当自分が優勝したいと、まあ、日本では終わるなと思ってるんで。ミハウ・グロガフスキー VS 佐藤義弘。